思えば僕は詩人たちの出会い系だった。ああ、詩人の頭ってなんて温かいんだろう。いっぱい胸の思いを語り合った。心の触れ合い、肌の触れ合い、ある意味ここが一つの大学だったのかもしれない。ヨーロピアンな空気に包まれたキャンパスライフ。でももうすぐみんなも卒業なんだね。俺にとってベンズカフェは最後まで朗読喫茶だった。そしてこれからも心の底から喜べるような時代の読書を続けていきたい。